クロティルダは、ブルグント王国の王キルペリクニセイの娘で、フランク王クロービス一世の日、クロービス一世のキリスト教営の改修に尽力したこと、及び、ご反省における、旧品院や寛会院といった、社会奉仕で知られる、ローマカトリック教会における聖人であり、記念日は6月3日。ブルグント王、軍理屋が473年に没すると、王子軍土場と、ゴデギセル、 キルペリク2世の3人は、父親の医療を分割相続して統治した。グンドバトは、現在のウィーン、ゴデギセルは、ジュネーブ、キルペリクは、リヨンを支配したらしい。トゥールのグレゴリウスによると、キルペリクは、グンドバトによって暗殺され、高う枯れた縄で起死させられ、2人の姫の内黒縄、修道院に送られ、クロティルダは、流刑に処せられたという。ただし、 この風文は、後世の作り話だったらしい。リオンで発見された、ブルグント王妃の墓は506年没と伝えており、これは、カレタナの墓である可能性が、極めて高いからである。493年に、クロビス一世と結婚。クロビス一世は、ガリア北部を制圧したばかりであった。クロティルダはカトリック信仰による教育を受けたので、496年に、 夫が異教を捨てて、カトリック信仰を受け入れるまで、安らぐことがなかった。クロビス一世と共に、パリに、聖使徒教会を建立するが、これは後に、聖ジュヌビエーブ教会として知られるようになった。511年に、クロビス一世が崩御すると、トゥールの聖マルタン大修道院に陰性した。夫との間には、クロドメール、キルデベルと、クロタールの三人の息子と、娘、 クロティルダを設けていた。夫には、結婚前に設けた長子、テウデリクがおり、511年の分割相続で、クロティルダ諸生の息子たちも夫の医療の一部を与えられたものの、領土のかなりの部分は、長子ですでに成人していたテウデリクにわたっている。523年に、息子たちを焚きつけて、グンドバとの息子である聖王、ジギスムントと対決させ、 ブルグンと戦争を引き起こした。翌年、クロティルダは、息子クロドメールの維持たちの権利を守ろうと試みるも、虚しく、我が子たちの不和を防ごうとする努力も不守備に終わった。五百四十四年か五百四十五年に他界し、聖子と教会の暴富の傍らに葬られた。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、 エド、セインとクレティルダ。インスイクロープギアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティープレス。ありがとうございます。